はい、さつき小一郎でございます。本日は AV 監督をしていた時の話をしたいと思うんでございますが、私、10年ぐらい前から始めましてね、ついこの前までやっていたんですけれども、いろんな人に会いました。女性ね、モデルさん、いろんな人がいました。全部で100本ぐらい作ったんで、今でも流通しているものもありますし、ダウンロード配信して世界を駆け巡っているものなんかもあります。ただそれ大して儲からないですよ、ダウンロード配信なんてしても、1年に1回か2回1万円か2万円が来るぐらいでね、だいたい中間者搾取されちゃってますんでね、こっちの手に入るのはそのぐらいの程度でございますな。で、店売りしていた時は結構儲かったんですよ。月に何十万って入りましてね、フェチ DVD でございますんでね、そんなに多くはございませんけれども、店売りをしていた時は、毎月出荷して納品書書いて、で請求書をこう書きましてね、何十万か儲かるんでございますけれども、それから一線を抜きまして、自分の趣味のための AV を作ろうと思いましてね、トーク DVD とかいうのも作ったんでございますが、トーク DVD、ただもうコミュニケーションをするフェチっていう感じでございますな。コミュニケーションフェチ、なんかちょっとわからないかピンとこないかもしれませんけども、なんかそういうのも一つのフェチとして捉えようと思って、コミュニケーションフェチっていうのも作っていたんでございますが、大体私の撮影の仕方というのがね、ビデオカメラを持っていきますね、現場にね。そうすると1本分と半本分と3分の1本、これを撮るんですね。1、0.5、0.3と撮るんですよ。その2回目に撮影すると、その1本は1本として撮って2本になるわけですね。で、1本の半分撮ってたやつが、1本になるんですよ。半分ずつ撮ってたのが1本になるんですね。で、3回目に撮ると3本と1本半と、1本という形になるんだよね。ちょっと分かりにくいかもしれないですけども、要は3回撮ると、5本6本撮れることになるんですね。3回撮ると6本撮れることになるんですよ。1日に、ホテルとかね、借りるじゃないですか。すると大概2時間とか3時間の短い時間でしょ、だからその延長料金とか発生するのが嫌だったんで、なるべく女の子にも急いでね、私もタバコなんかもうふかしながら撮影していましたんでね、そんな感じで撮っていたんでございますが、スリマちゃんという子がいましてね、本当の名前じゃないでしょうけどもね、だからたまたまそんなことが書いてあったんで、スリマちゃんというのがいましてね、その人が非常に巨乳なんでございますよ、巨乳。で、最初のネット掲示板に書きましてね、フェチ DVD モデル募集って書いてね、で、待ち合わせしたんですけども、写真と現物が、かなり乖離がありましてね、違うんですよね。それでもいいかと思ってね、女した女性っていうのかな、なんか男臭い男性っているじゃないですか、その女版ですね。例えばさつきみどりだとか戸明幸男だとか、ああいう感じのいかにも女臭い女の人って感じでございましたけどもね、でその子と新大久保の駅で待ち合わせをいたしまして、で、ちょっとじゃあ歩こうかっつって家に行くまでね、大久保にあったんでね、部屋がね、スタジオなんか撮らなかったんです、その頃はもうスタジオ用に部屋を借りてたんでね、大久保の部屋まで行くんですけども、その間にね、なんか写真撮らせてって言うんですよ。逆に私の写真を撮りたいって言うんですね。で、私はちょっと今洋服着てますけども、普段着物なんでね、着物を着てこう腕を組んで、なんか優しい姿を撮りたいとかなんか言い出しましてね、こうやって腕を組んでね、そんなので3枚4枚撮られまして、なんかファザーコンプレックスかなんかなんでしょうね、そんな感じがしましたね。なんかお父さんみたいな男性を求めるような女性だったんでございますが、美人といえば美人ですね。累計的に言うと叶姉妹的な女性でしたけどもね、でそのことをトーク DVD とあと金箔ビデオを撮るんですけども、彼女かなり顔をいじってましてね、鼻がね、こうって言うんですか、
確かに尖ってんですよ。でも鼻の穴が1ミリ弱しかないんですよ。1ミリ弱、鼻の穴が1ミリ弱、呼吸できるのかなっていうぐらいの狭さだったんですけどもね、で乳なんかもすごいでかくてね、もうピョローンと取れてるんですよね、うん、でまあ乳輪も大きくて、うん、なかなかいい感じだったんでございますけれども、ただなんかね、顔いじってるもんだから写真に撮るとそのいじった部分がなんかこう劣化して見えちゃうんですね。見えちゃうんですよ。現れてくるんですよ。写真ですから、芯を写すですから、その整形した部分が出てきちゃうんですね。するとなんかこうぎこちない、こんな感じになっちゃったり、こんな感じになっちゃったりしてるんですよ。顔の内部ではもう顔面が崩壊しちゃってるような感じだったんでね、で結局、1本と半分と 0.3 本取ったんですけども、ボツにしちゃいましたね、なんかこれじゃ抜けないなって自分で、自分のための DVD ですからね、で縛りもしたんですけども、なんか似合わないというか、あの谷直美っぽい感じですね、まあ、今言うなれば谷直美っぽい女性だったんですけどもね、スリマちゃんつってね、でその子 の、あの DVD、まあ、撮りましてね、まあ、オークションなんかにも出したんですよ。そう、一応ファンがいるんですよね、熱心なファンが、でそれがその人が DVD もちろん買ってくれましたし、で私が同時に出品していた自分の絵も、絵画の方も買ってくれましたし、あとなんかもう一個ね、何か忘れましたけど何かも買ってくれたんですよね、最低落札価格で買えたとか言って喜んでたらしいんですよね、その女性から聞くとね。後にもだから電話でもしたんでしょうね、多分ね、まあ、そんなことがございまして、今日はそんな AV 監督のそんな一日のお話でございました。どうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。さつき小一郎でございました。